はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半ですね。いろいろニュース見てましたらこんなんありました。文春オンラインですね。賃上げはコストではない。岸田文雄首相が新しい資本主義のグランドデザインを初公開で、括弧で中国とどう対立する、クエスチョン。その新しい資本主義と中国とどう対処するって全然違うことを同じ論文で言ってるんですか？あのね、月刊誌の文藝春秋ってありますね、日本一のクオリティマガジンやって、彼らが言うてますけど、私一回も書かせていただいたことないですね。ただね、月刊文春のこう来年はどうなるっていう予想があるんですけど、それに一回だけですね、2018年版に、タワーマンションの未来っていうのを書かせていただきましたけど、それは17年の11月頃に原稿書いてたよね。10月頃かな、原稿書いてな覚えがありますね。で、日本を代表する100人の論客やとか言って、その2月か3月ぐらいはそうやって自慢しましたけどもう何年前あれ、2018年で3年前ですね。それぐらいしか関わりがないんで、遠慮なく言わせていただくと、この文書に、文藝春秋、月刊文藝春秋に書いてある岸田さんのこの話、これ文春オンラインにその一部が載ってるんですけど、全く何言ってるのかようわからんですね全く分かりませんね。岸は何言いたいのって感じですね。物事というのはね、基本的にね、分かりやすく説明できるもんなんですよ。どんなものでも、どんなものでもね、小学生とは言いませんけども、普通のですね、そうですね、大学生のこう真ん中ぐらい、上から下まで真ん中ぐらいの人に分かるように、文系理系関わらずですよ、内容はね、これは文系の内容ですけども、理系、たとえ理系のことであってもですね、私程度の人間に分かるようにどんなことでも説明できるはずなんですよ。僕今までね、コピーライターとしていろんなあの商品、もちろんマンションが一番多いんですけど、いろんな商品に携わってですね、コピーライターの仕事っていうのは、まずその商品を理解することなんですよね。商品を理解して、それを分かりやすい言葉で伝えるっていうのがコピーライターの仕事なんですね。だから商品を理解できればですね、仕事は半ば終わってのものなんですよ。商品を理解して、市場を理解して、その市場の中でその商品はどういう位置づけなんだ、だからどういうところをアピールする、誰にアピールする、でそこまで分かれば大体、あとはもう言葉考えたらいいだけなんで、そう難しくはないんですそう難しくはない、ね、でもね、今までの中でね、いろんな商品ありましたけど、一番わからんかったのはね、東大数学とあるですね、教育産業、通信教育ですね、皆さん誰でも知ってる、特にあれ南大阪やったかな、行って、それで東大数学の通信教育はいかにね、その辺の予備校の講師が教えてくれる東大数学よりも素晴らしく効率的で、まあ効率的に学べるもんかっていうのをですね、とうとうと説明されたんですけどね、あれだけは分かりませんでしたしかも数字ちゃいますよ、当然当たり前ですけど、東大数学ですから、数字と数を抑えたかな、全然分かりませんでしたね、何言ってんのか今まで唯一あれだけですよ。あとはね、説明を受けて分からなかったら自分で調べたら分かるんですよ。だから大概のものは文系理系関わらず内容が分かるんですけど、この記者のですね、新しい資本主義のグランドデザインってさっぱり分からへんちょっと読みましょうか。じゃあ本文からいきましょうね。市場や競争に任せれば全てがうまくいくという考え方が新自由主義ですが、そのような考え方は1980年代初頭世界の主流となり、世界経済の成長の原動力となりました。あんた別に説明せんだよね、あんた説明するの仕事じゃ。他方で新自由主義の広がりとともに資本主義のグローバル化が進む中、もうええやこんな、市場に依存しすぎたことで格差や貧困が拡大したこと、自然に負荷をかけすぎた、これもええわ行きましょう。資本主義が課題に直面する一方、世界を見渡すと、もうこれもええわ。要はね、
別に説明してほしないんでしょう、岸さんに。今がどうなって過去がどうなったか、そんなのその専門家がやったらええやんということですね。はい、ここからいきましょうか。賃上げもコストではなく未来への投資であり、人的資本への投資の重要な構成要素です。最近の春闘の結果は2019年に 2.18%、 20年に 2%、 21年に 1.86% と賃上げ率が低下傾向にあります。低下傾向にあるってな、そんなわずかなもんやん。コンマ何パーセントやんか。もうしょうもないデータを出してるな、お前。このように低下傾向にある賃上げの水準を一気に反転させ、新しい資本主義の時代にふさわしい賃上げを実現することを期待したいと思います。ただ賃上げせえって言うてるだけやん、これ。労働力をコストと捉え、人件費の抑制によってわずかな利収益を確保するという経営は、新しい資本主義における企業の理想像ではありません。企業の理想像は一つではありませんよ、あんたが言うてるような。 それだけじゃないんですよ。優れた人材が生み出すイノベーションによって社会の課題を解決して、人への投資に見合った利益を実現することが、新しい資本主義が目指す成長と分配の好循環を実現するのです。要は予算賃金払ったら優秀な人間がイノベーションを生み出すということでしょ。何も言うてんのと同じやんそれ。ほんまにこわ。人的投資は単年度で見るとコストかもしれません。しかし長期投資の視点で考えると、きちんと人材に投資していること、きちんと賃金を支払うこと、きちんと人材に投資もしているし賃金も支払ってますよ、ほとんどの企業は、ブラックでもない限りは、何も言うてないんでしょ。だからね、私の提唱する新しい資本主義について分配ばかりとの指摘は散見されますが、みんなそう言ってますよ。散見ではない。分配政策による人への投資こそ、要は人に投資せえって言うただけでしょ。どこが新しい資本主義のグラッドデザインやな、ほんまに。一方、日本の産業界を揺るがす脱炭素についてはどうかって、もうこれ飛ばしましょうね。もう何も言うてないでしょ、ほんまに。これこの人が書いて寄稿したわけですね。その他ソニーやホンダのような創造的企業の育成を目指すスタートアップ支援策、地方活性化のためのデジタル田園都市構想で終わり。中国のことについて書いてないやん。いやー、しかしね、これね、これもしね、ご自身が書かはった、自らですね、パチパチと、キーボードを叩いて書かはったんであればですね、相当頭がですね、ピーマンですよ。そら、そのね、パーやって言ってるわけじゃないですけど、要は自分の頭でものを考えられない、構造的に捉えられない人なのかもしれないという疑いを濃厚に持ってしまいますね。こんなことをわざわざですね、そんな読む人が読んだら、ここに書いてある、冒頭、記者室はいわゆる自由主義、資本主義、そうか、でもやっぱり関係ないわ。これほんまにこの程度のことが新しい資本主義のあれグランドデザインやと表張るんやったらですね、ちょっとこう日本は危ういんちゃうかなという気がしますね。いや全部読んでないね、これ。もちろんあれですね、文藝新潮の本体にはもっと長いのが出てるんでしょうけど、こういうところに出す場合ね、編集がここがいけるっていうところを出すんですよ。ここがいけるっていうところを出して引っ掛けて本買わそうとするわけ、本というか雑誌を買わそうとするね。引っ掛けるところがこれかっていう感じなんですよ。だから今文春オンラインの記事の中でもずっと下の本しかないんですよ。つまり総理大臣が書いたもんですから、上げないわけにはいかないけど、期待されていないということですね、この中身について。もしね、自分がね、そういう能力に欠けていると思うんであればですね、その優秀なブレーンをいっぱい周りに置いてですね、それを上手にまとめ上げる、こう、文章の上手い人も置いてですね、で、こういうところに寄稿すべきなんですよ。何でもない、中身のない文章を寄稿したら、こいつはアホちゃうかと思われるんですよ。ほんまに。
で、誰に聞く力とか言うてますけど、誰に聞く力やねんと。しょうもないやつから話聞いてもしゃあないですよ、やっぱり。ピリッとしたですね、こう、話ができる人、ビジョンを持ってる人から話を聞けばいいですけど、その辺のね、なんでもないおっさんたちって政治家でいっぱいいますから、そんな連中、あるいは、この頭の固い役人の話ばっかり聞いたところでですね、それしゃあないやん、ということですね。非常にだからこのおっさんね、危ういものを感じますね。まだ菅さんの方が、誰を選ぶかと、誰の話を聞くかという、こう、選び方の方がマシやったかもしれませんね。ただあのおっさんは喋るの下手でしたからね。岸田さんは喋るの上手いらしいですけど、でも中身がなかったら一緒ですからね。まあ危ういわ。この文春オンラインのサイト貼っておきますんで、皆さんもぜひ、別にいい文章とは言いませんし、いい中身とは言いませんけど、岸さんの思考力がどんなもんかというのを判断するには、大いに参考になるのかもしれませんね。はい、皆さんどうもありがとうございました。